ここは物語世界ライブラリー、あまたの欲望が集いし場所。愛されたもの、呪われたもの、殺されたもの、彼女たちは自らの未来を書き換えることができるのだろうか。だろうか、小さい頃に読んでもらったあの物語を。美しい姫や強き勇者の物語を。だが私たちは知らない。今もなお彼女たちがさまよっていることを。ここは囚われの世界、ライブラリー。物語の輪廻に閉ざされし場所。集められたのは物語の登場人物たち。彼女たちの願いはただ一つ。作者を復活させること。それぞれの闇を抱えた者たちのそれぞれが望む未来。創造主の復活を願う彼女たちの結末はどのような物語なのだろうか。